ニューヨークのトムズレストラン。スザンヌ・ベガの歌、トムズ・ディナーに歌われ、テレビドラマ、隣のサインフェルドに、モンクスとして登場する。レストランとは、一般的には客ごとに、個別のテーブルを用意し、客がメニューから料理を選択できるようにした、飲食店。飲食店の一種であるが、統計上などでは、専門料理店はレストランに含まれず別の区分になっている。 飲食を提供する店は古くからあり、例えばギリシャローマ時代から使われている飲食できる店を意味する語に食べるのがあるが、これは市場などに集まってきた人々に屋台に近い設備で簡単な軽食を出すものであった。中世ヨーロッパのギルド制の下では飲食店も25業種に分けられ、ロスティエールではロースト料理のみ、シャルキュティエでは 豚料理のみなどギルドの種類ごとに決まった料理しか提供することが認められず、トレトゥールと呼ばれた仕出し屋のみが日替わりの料理を提供できた。また、中世ヨーロッパでの飲食店や宿屋での食事の提供は大テーブルを客が囲み大皿から料理を取り分けて食べる方式であった。レストランはフランス語に由来し、その起源については諸説あるが、フランス語のレストレから来ている。 レストランの語が用いられるようになったのは、18世紀に都会に働きに来た人たちなどに体調を回復できるよう消化に良い食べ物を提供するようになった。レストランでの食事の提供の特徴は、客ごとに個別のテーブルを用意したこと、客が体調に応じてメニューから料理を選択できるようにしたこと、それぞれの料理の価格を明記したことなどが挙げられるレストランは、 国際標準産業分類では、サービス業として、ホテルと同じ区分になっている。また、日本標準産業分類では、小分類7611食堂、レストランに分類されており、主として主食となる各種の料理品をその場所で飲食させる事業所と定義されている。映像の茶や、調達探索、生命浄化とより食事のサービスを行う店は、 早前期の中国の北の首都である海風で11世紀以降から知られていた。100万人以上の人口、艦隊の文化により、海風ではレストラン発展の気が熟していた。旅行者向けの茶屋と居酒屋が発展し、海風のレストランは中国の他地域からの人々を受け入れると同時に、地域住民向けの産業として発展したと考えられる。スティーブ・ン・イー・イチ・ウェストは、 レストラン事業の発展とそうで急拡大した中産階級商人に供された演劇部隊、賭博及び売春の施設に密接な関係があると論じている。レストランは料理、価格帯及び宗教要件の様々な形式を供した。一軒のレストランでさえ多くの選択が可能であり、メニューから料理を選んで注文した。百七十五年以降の創工期の首都、 公衆について以下のように記述されている。公衆の人々を喜ばせることは非常に難しい。四方八方から何百もの注文が行われる。ある人は温かい料理、別の人は冷たい料理、もう一人は美容の料理、四人目は冷却された料理を注文する。ある人は調理した料理、別の人は生の料理。 公衆のレストランはまた1120人の女神の信仰から逃れた北総の人々の多くに利用され、多くのレストランが開封からの移民によって経営されていたことが知られている。女神に支配された金の時代、1153年に開封で開業した馬よ京おけことりは、当時から現在まで変わらず経営しているとされる。中世のイスラム世界には、すべての種類の料理を注文できる。 レストランがあった。これらのレストランについて、向かった水位が10世紀後半に言及した。中世イスラム世界のスペインのレストランでは、3つのコースの食事が供された。これは9世紀に、シルヤブにより、早期に導入されたものであり、食事は、スープ、メインコース、およびデザートの3つの独立したコースとすることが、主張された。バースのレストランボリスクストーディエフ。 モスクワのレストラン西洋では宿屋と居酒屋が古代から知られている。これらは旅行者向けの施設であり、一般に地域住民が食事をすることはほとんどなかった。特定の料理が客から注文され、この注文に従って調理するような食事を供する仕事としてのレストランは18世紀になって各都市に現れた。 この時代のレストランとしては、ロンドンで1798年に創業したルールズなどがある。ギネスワールドレコーズによると現存する最古のレストランは、スペイン、マドリードのボティンであり1725年に開業した。他に、世界最古を主張しているレストランは、ザルツブルクのシティフツケラーザンクトッペーターであり、カール大帝の時代、803年創業である。 レストランという言葉は16世紀に現れ、回復する食事を意味し、特に栄養に富み強く風味付けされたスープであった。この後が最初に食事店に使われたのは1765年頃にブーランジェが創業したパリのエスタミネであった。ギルドの規則から煮込み料理は出せない代わりに、鶏や卵を使った料理やレストランを食べさせた。その後、似たような店数出現し、 そうした店はレストラトゥールと呼ばれた。標準となった形態を持った最初のレストランはグランドタバーンでローンドラであり、1782年にアントワーヌ・ボービリエにより創業された。彼は代表的料理作家、料理学の権威であり、成功した料理店主として名声を得た。また、標準的な料理本となった料理人の技術を表した。 フランス革命により料理ギルドが解体され素晴らしい料理を作る技能を持つ使用人たちを残して貴族が逃れたことでその後のフランスでレストランが普通のものとなった一方同時に多くの地方人が料理をしてくれる家族を残してパリに集まったレストランはこれらの双方を呼び集める手段であったそして外食というフランスの伝統が生まれた 19世紀のパリで最も有名であるとブリタニカが説明したレストランはイタリアン大通りのカフェアングルである。イギリスがレストランの命名に使用され、パリ市民がロンドン、イギリス、そしてイギリス人に対して明白に持つ高い敬意が表されている。19世紀になってもパリ以外ではレストランは流行せず、イギリスの旅行ガイドブックには パリに行った時はレストランで食事することを勧める内容が掲載されていたという。レストランが世界的に広まるのは19世紀中頃のことである。一方、アメリカ合衆国では1794年にボストンでレストランが開店した。しかしながら多くは共有の料理のテーブルを供して、客がそれを自分で取って食べる形式であり、より早く食べることを勧めるものであった。 別の食事のフォーマルな形式はウェーターがテーブルの周りを料理の大皿を運ぶものでサービスはラルッセとして知られている。この時間サフルコースは1810年に帝政ロシアの皇太子に仕えた政治家、外交官アレクサンドル・クラーキンによりフランスに紹介されたと言われる。これが急速にイギリスを越えて広まった。食事がすでに配置されている皿が客に供される。 普通のパターンのサービスは、アメリカ由来でないことは確かであるが、アメリカンサービスと呼ばれている。昭和初期創業の雲善観光ホテルのレストラン英語圏の北米へなどにおいては、料理、飲料類を提供する業種を指す名称として、レストランの言葉が使用され、西洋料理以外の店舗でも、レストランと称する。日本では、明治時代から昭和初期にかけて高級ホテルが開業し、 集客の目玉として各国の料理を提供する西洋料理レストランが日本に導入された。以降、日本の食材と西洋料理の技法と掛け合わせた料理法が開発され、日本独自にアレンジされた洋食を提供する場としてレストランが各地に作られていった。また洋風の店舗では食を提供する料理店は和風レストランと名乗ったり、 様々な個性的なレストランが増えている。一軒家のイタリアンレストランレストランは、普段の昼食や職場の近くの食事場所など、普通の環境での安価で質素な料理から、フォーマルな環境で洗練された料理と、ワインが供される、高価な料理店まで幅広い。前者の場合、客は通常カジュアルな服装である。後者の場合、文化や地域伝統に従って客は、セミカジュアル。 セミフォーマルであり特別な場合には清掃する。通常、客はテーブルに座り、ウェーターが注文を取る。ウェーターは料理ができるとテーブルに運び、客は席を立つ前に勘定を支払う。優れたレストランでは受付担当者、または支配人が客を歓迎して席に案内する。客を待つ他のスタッフには、ウェーター女子とソムリエがいる。 レストランは特定の種類の料理の専門店か、または統一したあるいは反対するテーマを提示する。例えば、シーフードレストラン、ベジタリアンレストラン、エスニックレストランがある。外して、地元の料理を扱うレストランは、単に、レストランと呼ばれる。一方海外発の料理を扱うレストランはそれに、従い、例えば、中華料理店、フランス料理店と呼ばれる。 欧米のレストランでは子供の入店を禁じている。ファミリーレストランは子供の入店を禁じないカジュアルな店ということで特にこのようにネーミングされたのが由来である。食堂レストランドライブイン油と動物性油脂の論争のため米国のレストランは油が動物性油脂なしであるかあるいは含まれることをメニューに記述することが合衆国法で定められている。 またある料理に同じ油と動物性油脂を揚げ物等に使用するレストランについて、ある物質や料理の他の成分のアレルギー反応に関するケースによる話もある。ほとんどのレストランは法によりこれを強制されることはないが、メニューに記載する必要がある。地域の監修及び制度により、レストランが酒を供することができるか否かが決定される。レストランでは、 食事なしで酒を販売することがアルコール販売法で禁じられる。このような販売はバーの業務と考えられ、バーにはより厳しい制限がある。レストランには酒の販売の認可と客によるアルコールの持ち込みの許可がある。ある場所ではレストランの認可はビール販売、またはワインとビールの制限がされることがある。レストランとは食品衛生法第3条でいう。 食品当事業者にあたる。営業をするためには、同法第52条の規定により、都道府県知事の許可を受けなければならない。レストランガイドはレストランをレビューし、格付け、または客向けの情報を提供する。12世紀の講習では、地域のレストランと料理の質についての地域客の意見を一覧する看板が、町の広場に掲示されていた。現在、 レストランのレビューはより文明的な方法で行われる。西ヨーロッパで有名な現代のガイドの一つは、ミシュランの一連のガイドである。料理に高い評価が認められたレストランに、一つから三つの星が与えられる。アメリカ合衆国では、モービルトラベルガイドと、トリプル a が同様に1から5の星、またはダイヤモンドの評価でレストランを格付けする。3、4、および5世。 ダイヤモンドの格付けは、ミシュランの1、2、及び3世の格付けに該当し、1、及び2世の格付けはよりカジュアルな食事場所を示す。ミシュランは、アメリカ合衆国で、初のニューヨーク市ガイドを2005年に発行した。ザガットサーベイは、個人のコメント集で人気があるが、公式の批判的査定は記載しない。オーストラリアの新聞社フェアフォックスグループが発行する、グッドフードガイドは、 オーストラリアで最も良い食事場所を一覧するガイドである。結出するレストランに1から3のシェフ棒が与えられる。グッドフードガイドはまたバー、カフェ、及びプロバイダも組み込んでいる。オーストラリアにはまたもう一つのレストランガイドであるグッドレストランガイドがあり、一般客が経験したレストランのレビュー、場所の案内と詳細な連絡先を提供する。 誰でもレビューを出すことができる。ほとんどすべてのアメリカの新聞は、レストラン評論家を雇って、新聞を販売する都市のオンライン食事ガイドを発行している。出版された標準的なガイドに対しレストランへの徹底的で考え深いレビューと評判を記載する新聞もいくつかあるが、他は一覧サービスを提供している。詳細は、グルメサイトを参照最近のインターネットサイトでは、 食事評論家のレビューと一般による人気レビューの両方を提供している。これらは成長分野で市場は未成熟である。どのサイトもまだ市場の優位性も批判的なサポートも得ることができていない。zagat.com, chowhound.com および fodors.com 等、いくつかは権威力を有するサイトもある。 ブロガーと検索エンジンにより主要な競争が行われる。これは検索エンジンが大量の性的なウェブサイトよりも活発なブロガーを好むためである。ユニークなサイトに menuism.com がある。ここではレストランよりも料理をレビューする。これらサイトの多くは割引券と地図を提供する。レストランでの昼食バーンズリポーツ社による2006 US Industry and Market Outlook によると2006年現在、およそ21万5000のフルサービスレストランがアメリカ合衆国にあり298億ドルを売り上げ25万の限定サービスレストランが260億ドルを売り上げている。ありがとうございます。